スレムスキ・カルロブッチは、セルビアの町、および、それを中心とした基礎自治体であり、同国北部を占めるボイボリナ自治州の南部、ドナウ川沿いに位置しており、自治州の州都である、ノビサドからは 8km 南にある。2002年の時点で、人口は8839人であった。セルビア語では、町の名前は、スレムスキ・カルロブッチであり、ドイツ語では、カルロビッツ。 ハンガリー語ではカルロツァ、トルコ語ではカルロフチャと呼ばれる。かつてのセルビア語での名称は単にカルロブチであり、今日でもよく使われているが、公式な名称ではない。カルロブチはスレム地方に位置している。かつてローマ帝国の小さな要塞がこの場所に置かれていた。歴史上の文献に記された最古の記録は1308年のものであり、カロムノーナで示されている。 カロム要塞は、かつてのローマ帝国の要塞の跡の上に築かれていた。1521年まで、カロムは、ハンガリー貴族の所有であり、バートリ家やモロビッチ家などが支配していた。オスマン帝国の軍事指揮官、バリベクが1521年に、カロムを制圧し、その後170年にわたり、町は、オスマン帝国の統治下となった。この町のスラブカルロブチが、 初めて登場するのは1532年、33年のことである。オスマン帝国の統治下では、町の住民の大部分はセルビア人であり、この他に少数のトルコ人がいた。1545年のオスマン帝国のデフテルによると、カルロブチには、キリスト教徒の家が547世帯あり、オスマン帝国全体で最もセルビア人の多い町であった。当時、 町には三つの聖教会の聖堂と修道院があった。カルロビッツ条約の交渉が行われたカペラミラ、礼拝書1698年11月16日から1699年1月26日までの間、カルロブチの町はオスマン帝国と新政同盟の戦争終結のための交渉の場となった。新政同盟は対オスマン帝国で結ばれたヨーロッパ諸国の同盟であり、 ハプスブルク君主国やポーランドリトアニア共和国、ベネツィア共和国、ロシアツァーリ国などが加わっていた。この交渉では国際政治の場において初めて円卓が使用された。この講和条約の後、町はハプスブルク君主国の領土となり、軍政国境地帯の一部となった。1702年のデータによると、町には215の正教徒の世帯と13の カトリック教徒の世帯があった。1753年のデータによると、町の人口は3843人であり、うち3110人は民族的にはセルビア人であった。カルロブツィはハプスブルク君主国におけるセルビア人の文化的、政治的中心地であった。セルビア正教会の不主教はこの町に居住していた。今日でもセルビア総主教の称号には、 カルロブチフ主教が含まれている。1791年8月3日には最初期のセルビアの諸島学校が開設された。この3年後、正教会の神学校も開設された。これは、キエフの神学校に次いで世界で2番目に古い聖教の神学校であった。現在も、この神学校は存在している。セルビアボイボディナ宣言。1848年。 スレムスキ・カルロブチニテ。カルロブチニテ1848年に開かれた5月議会では、スレム、バナト、バチュカ、バラニャが、自治州セルビアボイボディナへと統合された。州都ははじめカルロブチに置かれたが、後に、ゼムン、ズレニャ人ニ、ティミショアラへと移転した。同時に、カルロブチフ主教の地位は総主教へと格上げされ、カルロブチ総主教となった。カルロブチフ主教は、 ハンガリー領内のセルビア人のための教会の主座であった。セルビア・ボイボディナは1848年にセルビア・ボイボディナ及びタミシュ・バナトに再編され、カルロブチはその領域から外れて、再び軍政国境地帯の一部とされた。1881年に軍政国境地帯が廃止されると、オーストリア・ハンガリー帝国の自治領法である、クロアチア・スラボニア王国の領域に組み込まれた。 第一次世界大戦の結果として、1918年に町はセルビア人、クロアチア人、スロベニア人王国の一部となった。同国の建国に伴い、1920年にはカルロブチフ主教の地位はベオグラードフ主教、ペーチ総主教と統合されて、セルビア総主教となった。1920年代にはロシアの亡命白軍指導者、 ピョートル・ブラーンゲリの司令部が置かれた。現在もブラーンゲリの像がこの地に立っている。また、初期の頃の在外ロシア正教会の姓、シノドが置かれていた。1929年から1941年までカルロブツィはドナウ州の一部となった。第二次世界大戦の間、町は数軸国に占領され、ウスタ社の支配するクロアチア独立国の領域に組み込まれた。 この間、町の名前は、フルバツキカルロブチとされた。終戦後、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国の成立により、町は、ボイボリナ自治州の一部となった。1980年から1989年まで、スレムスキカルロブチは、合同で、ノビサド市を形成するのつの自治体のうちの一つで、あったが、ノビサド市が、単一の自治体に移行することになったとき、 新しいノビサド自治体への編入を拒否し、単立のスレムスキ・カルロブチ自治体となった。セルビア政府は、一極集中是正の計画の一端として、セルビア憲法裁判所をスレムスキ・カルロブチに移転する計画を発表している。カルロブチが、セルビアの歴史上重要な役割を果たしてきた町で、あること、そして、ベオグラードから近いことを鑑み、この町が移転先に選ばれた。 計画では、2010年中には、カルロブチの建物の一つを憲法裁判所が収容する予定となっている。この計画は、セルビアの司法制度改革の一端として行われ、三権分立を象徴するものである。スレムスキ・カルロブチの中心部にある4島の死士の泉2002年の国勢調査によると、スレムスキ・カルロブチ自治体の民族別人口は以下の通りである。 正教会の聖ニコライ大聖堂1989年まで、スレムスキ・カルロブチは、複数の自治体が合同して運営するノビサド市の一部であった。各自治体を統合して、単一のノビサド自治体を作ることになったとき、スレムスキ・カルロブチでは、住民投票によって、ノビサド市からの分離を決め、独立したスレムスキ・カルロブチ自治体となった。スレムスキ・カルロブチは、 スレム地方に区分されるが、スレム軍ではなく、ノビサドと同じ南バチュカ軍に属している。2008年5月11日に行われた地方選挙では、スレムスキカルロブチ自治体の新しい市議会議員が選出され、セルビア級新党による姿勢に終止符を打った。市議会では、政党連合、ヨーロッパスレムスキカルロブチのために、を構成する1 7から、ライコ・マリンコビッチを、 新しい市長として選出したカルロブツギムナジウム。ありがとうございます。